沖に出るか見送るか、波と風とにらめっこが続きます。お疲れ様です。漁師たちが出した結論は、出るかな。何時ですか。今から、うん、出航決定の一報を受けて、今漁船のエンジンがかかりました。そして漁師の皆さんも次々と船に乗り込んでいっています。いよいよ出航です。地震の影響で11ヶ月ぶりとなるカニ漁です。いよいよ始まったかなと思って、6日の解禁から2日遅れ、宇和島港からはおよそ30隻が漁場に向かいました。ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。1月1日、宇和島市を襲った震度7の揺れ。港は海底が隆起し、漁船が出られなくなりました。土砂を取り除く工事などが急ピッチで進められ、なんとかカニ漁の解禁に間に合いました。港の岸壁には続々と船が接岸されていて、合計3カ所で水揚げ作業が行われています。地震の爪痕は今も残っています。それでも漁師たちは、なりわい再建へ一歩を踏み出しました。いや、やっぱ嬉しいですね。今でもまだちょっと想像いいかにできるんで。いや、半々、五分五分やったと思う。なかなか難しいかなとかいう声もあったけど、とりあえずやっぱ出てみな。どういう状態かもわからないし。宇和島港のカニ、この日が来ることを信じられない時もありました。今シーズンこうやってタグ付け作業ができるなんていうふうにはこう思ってました。思ってみませんでした。地震以降どんな思いでこの日を待ってたんですか。そうですね、車中泊したりとかして、やっぱ家潰れて仮設とか点々としてる中、やっぱ仕事が、できなきゃ生活もできない、その不安と戦いながらね、みんなおって、こうやってもうカニ漁だけじゃなくて普通に底引きの漁できるのが嬉しかったです。この後金沢港に運ばれ競りにかけられます。金沢港でも水揚げが進んでいました。待ちに待ったカニが次々と船の中から登場です。立派なカニです。やっぱりちょっとしけでずれていつ出れるかってやきもきしてたんですけど、やっぱりね、こうやって一応初日を迎えれたってことで一応安堵はしてます。観光客もね、あれはいっぱい来てくれるし、復興っていうのもあるから、ぜひ皆さんにおいしいカニ食べてほしいんですよね。オスの最高級ブランド輝きは出ませんでしたが、メスの輝き姫には2匹が認定され、それぞれ4万円で落札されました。宇和島港を出たトラックも無事到着です。宇和島港からトラックでおよそ2時間半かけてやってきた香箱ガニですが、ご覧のように元気です。はい、ピッツェ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 。威勢のいい掛け声がシーズンの訪れを告げます。8500、8500、8500、8500、9500、9500、59番。
この日を待ちわびていたのは競りに参加した水産会社も同じです。芋はよく買ってあげるのかなと思って、ですね、特別なんていうの、まあ一応僕も出身の音なんで、できるだけ高く買えれば買えればいいんだけど、まあ、それなりですけど。翌日、金沢市の近江町市場では大勢の市民や買い物客がカニを手に取っていました。この活気を地震からの復旧復興の足がかりに、関係する誰もがそう願っています。金沢です。市内待ってました息子がちょうど誕生日なので解禁まだかなと思って待ってましたどこのカニも美味しいですけど、香箱ガニってやっぱり金沢のイメージ強いんで、まあ、来たら必ず食べるかなっていう感じです。漁ができるのはオスが来年3月20日まで、メスが来月29日までです。